おー、すげえいい音だ。コウヘイ TV 始まるよ。皆さんこんばんは、コウヘイです。いつもご視聴ありがとうございます。今日の動画なんですけども、2003年12月に発売されたゼロクラウンの中古車を見たいと思います。ご視聴よろしくお願いいたします。皆さんはどの年代のクラウンが好きですか？やっぱりクラウンで最も人気があった130系クラウンとかがお好きですか？で、私は昔ゼロクラウンに乗っていました。ロイヤルサルーン G です。 V 型6気筒の 3.0 です。で、馬力が256馬力です。まあいろいろ訳ありまして、もうね売ってしまったんですけども、その訳っていうのが、今思い返せばショックだったんですけども、ダッシュボードのひび割れですね。まあゼロクラウンあるあるなんですけども、バキバキになってしまって、ああもうこれはあかんと。あとエンジンオイル漏れがもうすごかったので売ってしまいました。で、なぜ私は当時ね、ゼロクラウンをまあ購入したかと言いますと、もういろいろと車を探していたら、おお、かっこいい車があるじゃん、ゼロクラウン。クラウンアスリートシリーズとクラウンロイヤル、両方ともかっこいいな、まあ見てたんですけども、ロイヤルサルーンの内装って小さいあのセルシオみたいな感じだなと思い、あのまあロイヤルサルーン G をね購入しました。で、友達からは、おサンマルセルシオの内装に結構まあ似てるなと、まあねいろいろと言われたんですけども、私はねロイヤルサルーン G を購入して正解でした。まあいい車でしたね、本当に。最近の車はあの内装とかが近未来的と言いますか、結構あのシンプルになっていますよね。昔の車って結構あのアンティーク調と言いますか、かなりね木目調パネルとかが使われていて、まあ豪華だったなと個人的には思っております。はい。でゼロクラウンのあのグレードになるんですけども、結構ねグレードが多いですよね。まあロイヤルエクストラとかロイヤルサルーンアスリート、ロイヤルサルーン i4S パッケージとか、あとアスリート G パッケージ、ロイヤルサルーン i4U パッケージとか、特別使用車とか、結構ねあのグレードがありましたよね。で、あの新車価格になるんですけども、ゼロクラウンは今見たら、うわ安いなって思いました。価格は315万円からになっていますので、まあ今の車って言ったら本当にね価格がものすごく上がっているので、クラウンが315万円から購入できるっていいですよね。で、315万円っていうのがロイヤルエクストラです。アスリートになりますと350万円からになっていますね。で、ロイヤルシャルの全長全幅全高になるんですけども、全長4840ミリ、全幅1780ミリ、全高1470ミリ、ホイールベース2850ミリで、燃料タンクの容量71リットル、使用燃料廃翼ガソリンとなっております。で、タイヤサイズなんですけども、ロイヤルが16インチですね。はい。皆さん、動画提供をしてくださった方がいますので、ちょっとねゼロクラウンのエンジン音を聞いてみましょうか。どうぞ。おー、すげえいい音だ。カードが投入されていません。動画提供ありがとうございました。皆さんお待たせしました。それではゼロクラウンの中古車を見たいと思います。さあ、行くぞ。年式は2003年12月ありましたね。2003年から2007年の7月まででしたよね、確か。お、262台見つかりました。見ていきます。出てきました、クラウンロイヤル 2.5 ロイヤルサルーン。おー、特別使用車ですね。年式2007年、排気量 2500cc、 これ2007年なので後期ですよね。走行距離約8万キロか。修復歴なし、支払い総額45万円。45万円って言ったらいいお値段しますね。なんか前より上がってるような気がしますね。クラウンロイヤル 3.0 ロイヤルサロン i4 4WD ですね。年式2004年、
おお、私が前乗ってたゼロクラウンと同じ年式だな。走行距離約9万キロ、支払い総額約50万円となっております。まあ20年前の車で支払い総額が50万円って言ったらいいお値段しますね。走行距離が9万キロで。おお、17クラウンが出てきました。このツートンカラー、おしゃれですよね。クラウン 3.0 ロイヤルサロン禁煙車ですね。年式2004年で走行距離約7万キロ、支払い総額50万円です。支払い総額が安いのちょっとね、見てみますね。はい、出てきました。クラウンアスリート 2.5 アスリートですか。年式2006年で走行距離が10万キロ超えてますね。13万キロ。支払い総額29万円です。まあ、走行距離が13万キロ超えてて30万円するんですね。修復歴はなしですね。クラウンアスリート 2.5。支払い総額約30万円です。走行距離14万キロ。クラウンアスリート 2.5 4WD ですね。走行距離11万キロで修復歴がありで支払い総額32万円か。まあ、このゼロクラウンって言ったら今でも人気ありますよね。結構まだね、塗られている方がおられますね。クラウンロイヤル 3.0 ロイヤルサロン年式2005年で走行距離が約7万キロで支払い総額33万円。クラウンロイヤル 2.5 ロイヤルサロン年式2005年。走行距離約14万キロ、支払い総額35万円。ダッシュボードのひび割れとかどうなってるんでしょうね。あとロイヤルサルン G が落ちてませんね。ロイヤル 3.0 ロイヤルサルン年式2006年、走行距離17万キロか、支払い総額35万円です。クラウンアスリートいいですね。クラウンアスリート年式2006年、走行距離約16万キロ、支払い総額35万円か。大学生の私は友達がいるんですけども、その友達はね、あのクラウンのロイヤルサルーン G に乗っていましたね。メルカリかなんかよくわからないんですけども、そういうね、あのホームページを使って、あの自分がね、実際あの車を見に行って、その所有者のね、人と、まあ、交渉して、まあ、車をね、購入されてましたね。確か値段が何部だったかな、これ間違ってたら申し訳ないんですけど、20万円ぐらいかな、ロイヤルサルーン G で。結構ね、私もあの画像見せてもらったんですけども、内装とかも綺麗でした。で、走行距離が10万キロぐらいだったかな。でもね、20万円でロイヤルサルーン G が購入できるんだなと思って、多分これあのお店とかで、まあ、購入すると、まあ大体全部入れて60万円ぐらいすると思いますので、ああいい買い物したな、友達よとね思いました。はい、年式2004年で走行距離が約14万キロ、支払い総額40万円です。あとは38万円、もう走行距離が10万キロですね。もう年式が経過した車になりますので、走行距離が結構走っていますね。10万キロが多いです。支払い総額38万円とか、クラウンロイヤル 3.0 ロイヤルサロン支払い総額38万円とか、クラウンロイヤル 3.0 ロイヤルサルーン、おー、特別使用車ですね。走行距離が約12万キロで支払い総額が40万円。アスリート、支払い総額が39万円とか、アスリート多いですね。39万、40万円。先ほども言わさせてもらったんですけども、何年か前に比べて価格がね、ちょっと上がっていますね。今、17クラウンシリーズが結構価格が上がっていますよね。クラウン、ロイヤル 3.0、ロイヤルサルン G が見つかりました。年式2007年。走行距離がまあ11万キロ。支払い総額40万円です。色が紺ですね。やっぱりロイヤルサルン G ぐらいになりますと、これは後期モデルかな。40万円ぐらいするんですね。クラウン、ロイヤルサルン 3000cc ですね。走行距離が約13万キロ。支払い総額40万円か。いいお値段しますね。クラウンアスリート 2.5。支払い総額40万円です。走行距離9万キロです。シルバー色のアスリートもかっこいいです。支払い総額が高いのをね、クリックしてみます。公平 TV。 さあ、おー、皆さん、嘘、むちゃくちゃ高いですね。このロイヤルサロン、クラウンロイヤル 3.0 ロイヤルサロン G で V8 エンジン、V8 エンジン、すごいな、エンジン乗せ替えしますね。 V8 ですか。で、まあ、全塗装とかしてかなりカスタムされていますね。うわ、すげえなー、この車ちょっと乗ってみたいですね。まあ、年式2004年で走行距離不明で、排気量 4300cc、 すごい。支払い総額586万円となっております。やっぱりゼロクラウン高騰していますね。はい、586万円です。エンジン
V8 エンジンか。お、クラウンアスリート 3.5 で、年式が2005年で、走行距離約7万キロ、修復歴がありですね。支払い総額235万円とか、クラウンロイヤルサルーン G、年式2004年で走行距離が約13万キロで支払い総額175万円。結構いじってますね。これ17ですね。17、169万円。クラウンアスリート 3.5、年式2005年、走行距離約9万キロ、支払い総額150万円です。かなりカスタムされていますね、この車。車高調とか、まあ、ホイールとかも変わってますね。この車もカスタムされてますね。すげえ。これクラウンアスリートなんですね。グリルはロイヤルに変わってますね。年式2004年で支払い総額150万円です。カスタムされた車が多いですね。クラウンアスリート 3.5 プレミアムエディション、支払い総額137万円です。アスリート133万円ですね。あー、カスタムされた車がバンバン出てきますよ。特別仕様車ですね。カスタムされてますね。おー、128万円、128万円。おー、クラウンロイヤル 2.5 ロイヤルエクストラが出てきましたね。支払い総額122万円です。走行距離が、おお、すごいな、3万キロですか。ちょっとね、私は思うことがあるんですけども、まあ年式が2005年でだいぶ経過してるじゃないですか。今2024年なので、でこの走行距離って実際どうなんですかね。あんまり走ってない車とかも逆に危ないんでしょうか。クラウンアスリート 3.0 支払い総額120万円ですね。走行距離3万3000です。結構いいお値段しますね。クラウン 3.0 ロイヤルサロン 4WD ですね。本革ですね。お、いいお値段しますね。クラウンアスリート、これもクラウンアスリート、アスリート多いですね。113万円台が多いですね。110万円、クラウン 2.5 ロイヤルサルーン、支払い総額110万円ですね。走行距離が約5万キロです。クラウンアスリート 3.0 プレミアム、お、特別仕様車ですね。ロイヤルのグリルをつけてますね。支払い総額109万円です。年式が経過したこう中古車を見ると、あのカスタムされた車がかなり多いですね。逆にノーマルの車があまりないですね。クラウンアスリート 3.5、 おー、マークレビンソンがついてる、いいですね。革シート、サンルーフ、おー、この車いいな。年式が2006年で走行距離が約7万キロ、支払い総額103万円です。あー、やっぱいいお値段しますね。あとは100万とかですね。特別仕様車ですね。あ、17が出てきますね。結構97万とか95万円とか90万とかですね。走行距離が16万キロで90万円ですか。いいお値段しますね。公平 TV、 皆さん、ゼロクラウンの中古車はいかがだったでしょうか。私は正直 4,5 年前と比べて価格が上がったなと思いました。皆さんはどう思いますか。いやいや、ゼロクラウンでこの値段なら中古車安いよと思いましたか。それとも、お、高いね、年式の割にはと思いましたか。もしよければ皆さんのご意見をね、あのコメント欄に書いてください。よろしくお願いいたします。で、昨日あのインスタグラムの方で、あの画像と動画提供をしてくれた方がいましたので、今日あのゼロクラウンの動画を配信させてもらいました。またね、なんかいろいろとあの220系クラウンの中古車今どれぐらいになってるのかとか、あのコメントもらっていますので、またね、あの動画にさせてもらいます。はい、今日はこの辺で動画を締めたいと思います。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。小平でした。皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。